結社は共通の目的のために組織される継続的な団体のこと。なお、アソシエーションは教会と訳されることが多いが、教会は結社の一形態である。人類の社会形成の歴史の中で血縁と遅延がに大中体原理であるが、約束に基づく中体原理も原始濃厚に前後する時代まで遡れる。一定の約束のもとに個人で形成される。 約円集団を利益集団、または結社と呼ぶ。子を重視する結社の仕組みは近代思想への足がかりとなり、人々の流動性が高まった近世以降の都市社会の発達とともに、多くの人々が何らかの組織に帰属するようになった。結社は自己実現を目的とした集団として、アイデンティティの拠りどころとなっていった。あ部つねおは結社について、 次のように定義している。何らかの共通の目的、関心を満たすために、一定の約束のもとに、基本的には、陽動な資格で、自発的に加入した声員によって運営される、生計を目的としない私的な集団、あやべを監修、福田味を編集、結集、結社の日本史結社は共通の目的のもと、人為的に結成する、継続的な団体である。 自然発生的な共同体、地域社会とは結成の経緯で、集会とは継続性の有無で区別する。日本では、日本国憲法に定められている、結社の自由によって、政治的なものだけでなく、様々な結社を組織することが保障されている。憲法上では、自然発生的なものを含め、団体の総称が結社である。しかし、民法上は個人か法人しかなく、法人は、 民法第33条、法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。により、それぞれの法律上の要件を満たさないといけない。民法第33条2項、学術、儀芸、事前、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の、法人の設立、組織、運営及び管理については、 この法律その他の法律の定めるところによるとある。組織名は民法上の法人と誤解を与えることは好ましくない。法人格を有する組織は結社という用語を使用するのではなく法人格を示す用語を使う。法人格を取得していない場合は、俳句、単歌川柳の団体で用いることがある。左翼団体、右翼団体では政治結社、 秘密結社と呼ぶことがある。結社は、党、派、組、流会、社など、どのような組織名を名乗っても自由である。しかし、法人格がない場合には、法人と誤解される組織名を名乗ることはできない。例えば、政党内の派閥が、組を名乗るなどはあまりなされない。また、日本における、赤十字社のように、法律によって、組織名を規定している団体名は、 関係がないものは名乗れない。民族学的視点からは、未開社会においては一定の年齢、年齢階級に従い、極めて呪術宗教的な各種のイニシエーション、イコール加入儀礼を行う。こうした共同体、地域社会では、結社、秘密結社は、宗教儀式と密接に関わる。一例としては、口日の結社図に族の例も参照。小説。 映画などには秘密結社がよく登場するが、現代社会において結社の語をよく用いるのは主に花壇や廃壇や柳壇である。歌人、廃人、柳人は短歌作品、俳句作品の発表の場として短歌結社、俳句結社、戦略結社に所属し、その結社の発行する雑誌に投稿するのである。これは明治期に短歌、俳句が それまでの芸事から近代的な文学芸術へと改革されて以来の伝統である。また、監視においては中国の北宋の頃から詩人の集まりである死者が結成され前期の短歌などの結社同様の活動を行っていた。アメリカ先住民のズニ族の場合、獣血結社が存在することをアール・ベネディクトが紹介している。それによれば、秘伝の知識を 生涯を通して少しずつ学ばせていくとされ、上位の階級に進むごとに、その入会式の際に教えられる。また、この順位に治療され、回復した患者も、その医師の集団の正式な成員にならねば、ならないという決まりがある。図二族の考え方では、戦闘儀礼の結社、狩猟儀礼の結社、同家儀礼の結社といったこれらもろもろの結社は、順位結社と一緒であると、 定義されているただ、アール・ベネディクトは異なる点も指摘しており、例えば、戦闘結社に入るためには、誰かを殺した人のみと定められており、この時、殺害した事情は全く問題としていない。そこには、血を流した人たちは誰でも、自分の生命を救うため、生命を奪われる危険から逃れるために加わるという、考えに基づき、この戦闘結社に入ったものは、 村の治安を維持する義務が課せられる。狩猟結社の成員も、男だけの会員であり、医師ではなく、同系結社も、獣医とは異なるとしている。しかし、著しい相違が確認できるにもかかわらず、図二族はこれら諸々の結社を獣医結社と一つのものと、考えている。炭化結社、俳句結社、戦略結社については、炭化結社の例、俳句結社の例、 先流結社の例、お参照綾部、べ、2006&P 例、堀一郎、民間信仰日練習仏教、仏寺の Q&A。ありがとうございます。